キョさん、シリン、どうしてここに？俺様が呼んだのさ。な、え？ワイロー氏、先導は？わしが連れて行こう。お前たちだけで行かせるわけにはいかんからな。よく聞け、巫女さんはここで外からの敵の見張りだ、うん、あんたはここで敵を食い止める、うん、そしてじいさんとリョウはアジトに侵入だ、うん、お前は俺か。俺は巫女ちゃんと見張り見張り、うん、冗談だよ、冗談に決まってんだろ。お嬢に行けばいいんだろ。行きますよ、行きますよ。困った。ああ、困った。どうしたんですか？え？ああ、レッドスネークの奴らに大事な質入れ品を奪われてしまって。なんとかして取り戻さないと、お客さんに何と言われるか。質屋の信用が台無しですよ。ああ、困った。そんなことが。そうだ、あなた頼まれてくれませんか。え？奴らに奪われた仕入れ品を探し出してほしいんです。俺が？お願いします。もうあなたしか頼める人がいないんです。そう言われても。奪われた品物は3つ。これです。レッドスネークの連中はよくこの上の階でゴソゴソやってますから、そのあたりが怪しいかと。ああ、お願いします。あなたしか。わかりました。3つ探し出せばいいんですね。おお、ありがとうございます。恩に来ます。これは持っていこう。
これは持っていこう。これはこれだ。これに違いない。これはこれだ。これに違いない。すみません。いらっしゃい。持ち物を換金したいのならこちら、食べ物ならこの隣へどうぞ。ちょっと聞きたいんですが。おっと、無駄話はご無用に願いますよ。え？この辺りは物騒な連中が目を光らせていますからな。少しでも怪しまれたらこの店どころか命まで取られかねない。そうなんですか。余計なことは見ない、聞かない、言わない、それに限ります。ああ、すみません。おお、どうですか、うちの品はありましたか。これを見つけました。どれ、見せてください。これです、間違いありません。よく見つけてくれました。このカメラですよ。いやー、ありがたい。よく見つけてくれました。これですよ、この皿。これで3つとも取り返せましたよ。ありがとうございます。本当に助かりました。じゃあ俺はこれで。ああ、ちょっと待ってください。え？ここまでしてもらって何もなしというわけにはいきません。さあこれを。これはせめてものお礼です。本当にありがとうございました。いえ、大したことじゃありません。ところで売りたいものはありませんか。高額で買い取りますよ。気が変わりましたかな。何でも買い取りますから、いつでもどうぞ。
ジョさん、エンさん。君は葉月亮と言います。ハッカソンでシェンファと出会って。シェンファは無事か？さらわれました。シェンファが。シェンファは必ず助け出します。エンさんたちを頼みます。レン。おい、この部屋やべえ感じだぜ。何？気抜くな。行くぜ。覗きが好きか？お前か、シェンファをさらったのは。鏡は持ってきたか？シェンファはどこだ？リョウ！鏡を渡せ、さもなくば。鏡なら鏡だ。おい、これが鳳凰鏡か。シェンファを離せ。大丈夫か、シェンファ。私は大丈夫。でも隣の部屋に戻っていてくれ。そこにエンさんがいる。父は？エンさんは無事だ。さあ、早く。うん。ランテイ様がお待ちだ。ランテイ？まあ、古城にたどり着けたらの話だが。あの城に乱帝が。
たてめえか、物好きな野郎だぜ。鍵がかかってやがる。どうする？決まってんだろ。おい、もったもったすんじゃねえよ。よし、行くぜ。せーの。おい、何やってんだよ。掛け声に合わせて蹴るんだよ。ったく、どんくさいやつだな。よし、行くぜ。せーの。ったく、どんくさいやつだな、お前。
掛け声に合わせて蹴るんだよ。おい、よし行くぜ。せーの。次は俺の番だ。まざっとこんなもんだ。あとはよろしくな。お前な。これで私有門も私のもの。乱帝もろとも焼き尽くしてくれる。ほう、少しは腕を上げたようだな。乱帝戦え。親父の仇を討ってやる。
そんなに死にたいか。ならばお前の父親のもとに送ってやる。おい、てめえの欲しいもんはこれだろ。そいつを話したらくれてやる。ほらいや。くそ、死んじまったら元も子もねえだろ。ずらかるぜ。なんて、孫明知っているんですか。隣の男は俺の親父です。俺の親父は乱帝に殺された。乱帝？乱帝が突然道場に現れ、竜鏡を奪い親父を殺した。竜鏡、あの竜鏡が乱帝に。エンさんの採掘場で見たレリーフと同じ模様の鏡でした。我が一族が作った鏡のためにそんなことが。何か知ってることがあったら教えてください。竜鏡と鳳凰鏡、二枚の鏡はかつて断崖の寺に封印された。しかし鏡を狙う者が現れた。それが私有門。鏡が悪の手に渡る前に張孫明は寺から鏡を持ち出そうと考えた。
君の父親の横に映っている男だ。鏡は蝶の手に委ねられた。それから数年、その蝶は非業の死を遂げた。そして残された蝶の一子リュウソンは私有門に育てられたと聞く。リュウソン、蝶リュウソン、それが蘭亭だ。蝶が訪れた断崖の寺。巻物にあった寺か。今は私有門の手に落ちたと聞いている。蘭亭はそこに。おそらく鏡と共に。宝の匂いがプンプンしてきたぜ。お宝は俺が全ていただく。若者、姫七から未だ知らず、カノミを滅ぼすこともカの願い叶えしことも。蘭亭待ってろ。親父の敵は必ず俺が取る。
Thank you.